エポエポです。今回もゴースト頑張ってやっていこうと思います。ちょうど買って1週間経ちました。そうですね、1週間経ちまして、で、買ってから毎日一応やって、プレイしております。で、毎日やってるならちょっとは上達したのかと。難しいですね。本当やればやるほどというか、もう日に日にちょっと自信をなくす感じになってます、今でも。まあ楽しいというか、本当に深いんだなと思いますね。もう皆さんが本当どれほどすごいのかと、なんかこうひしひしと感じております。で、フレンドさんたち方々や、一人でもよく、やってまして、で一人だと最近プライベートマッチで、コンピューターのボットを入れてやってます。で大体いつも4-4ぐらいで、やります。で、ゲームモードはキルコン、ドッグタグがなかなか拾えないんですよ。なので、その練習も兼ねて、キルコンで、マップはなんとなくこれにします。キャラクターカスタマイズはいいか、あれ違う、ちょっとこれで今回はやっていきます。いつもこうやるときに、今日はこれを意識してやろうとか、ちょっとちょっと真面目にというかやっております。ただできないんですけども、意識するだけでちょっと変わるかなと思いまして、いや本当に難しいですね。でいろんな方の、動画アップされてるゴーストを見させていただいたり、本当に勉強させていただいております。ただそれが結果につながっているかと言われればつながってないんですけど、これからですよね。まだまだです。まだ始めたばかりですから、いつまでこれが通用するのか分かりませんけども、頑張る、もう楽しんで頑張るのみです。せめてチームは勝ってほしい。せめてチームは、せめてチームは、走れない。後ろ。後ろですよね。こういうね、キルカメって言うんですよね。キルカメもちゃんと見ようと。ちょっと今ためらっちゃった味方かと思っちゃった、走ってきたから。あ、いたいた、地震地震、何見えない、見えなかった。さ、テレビとプレイステは HDMI で最近ってやってるんですけども、動画撮るときはちょっとコンポジットにしないと撮れないんですよ。なのでものすごくぼんやりした、ちょっとこれ言い訳なんですけども、どっち味方来てんの、これ、味方のか。顔出しちゃった。まんまと。こっち。タグいただく。いる気がする。
気のせい。後ろ？こっちか。Kill confirmed. あ、こっち。はい。オッケー。オッケー。うん、いる。うん、リロード。もう。こういうの本当悔しいですね。そう、もうリロードしちゃうんです。これサットコム出せる。あ、出せる、サットコム。はい、サットコム。ああ、もうびっくりした。ちゃんと見て、ちゃんと見て。危ない、危ない。こっちから、こっち。リロードしといて。They destroyed your satcom. ちょっとね集中してしまう。 OK、 シャーリロードしといて。サッカーマップリンクエネーブル。どっち、こっちか。リロード。あ、隠れながらできない。こっちも見て。怖い、足音が聞こえると怖い。どこ。こっち。あ、地震。後ろ。いやー本当に難しい。あ、いた。あ、いろうの中いるから。確認しながら。いるやっつけた。怖い。爆弾が怖い。もうまた。いや、でも大丈夫。あ、もうここ嫌い。こっちから行こう。もう建物の中も苦手なんですけどね。正直。結構接近戦になるので。さ、どっち。もう超悔しい。
OK OK OK。 サットコム、サットサットコム、はいはい、受けない、はい、こっちこっちこっち、あ、いた、後ろ、え、違う違うこっちこっちか、あ、いたいた、オッケー、ちょっとリロードリロードしといて、やっつけてくれた、オッケー、あーあー、めちゃめちゃ早く早く、あー、ダメめちゃめちゃもう地面打ってましたね、動揺しまくりフレンリーサッカーアクティブ、難しい、そっちに、そっちに行った、怖い、足音が怖い、仲間か、怖い、やばい、ちょっと動揺してきちゃった、終わっちゃう、うん、勝ちたい、あー、もうもうブレブレっす、なんで出ないんだろうマップに、どっち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 、フレンリーサッカーアクティブ、チーム勝ちましたね、おお、まあ、全く活躍はできませんでしたけど、おー、でも、9キル13です、タグが14、あ、いいんじゃないでしょうかいいんじゃないでしょうか、これそう、キル数よりも、タグをたくさんなるべく拾うっていうねのをちょっと今回は、いやでも、どうなんでしょう、まあ自分目線で見ていただくいただくので、さんざんたる、ねこのダメダメ感、ちょっと恥ずかしいんですけども、まあ勝手1週間こんな感じです。はい。これからも毎日頑張って練習あるのみです。はい。ということでエポエポでした。